皆さんこんにちは、こたつマニア、です。5月25日は、愛車の日、です。おめでとう、すべての、愛車マニア。日本のあるカーディーラーが、車を大切にする心、を再確認して、車のある人生の豊かさ、を伝えることを目的とし、記念日として登録されました。出会った頃は可愛くて、愛おしくて、一日中二人で、随分と遠くまでドライブしたものです。私が不慣れな道に緊張していると、陽気な君の歌声が、励ましてくれた。綺麗な君でいてほしくて、だから、週末の天気ばかり気にしていた。そしてまた、私たちの知らない景色を探して、出かけていました。だけど、いつしか？あ、あの頃の奥様のお話ではなく、お気に入りの車の話ですよ。そんな、愛車、を、ノマドスカルプトでコネコネ、レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは、使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。アメリカンコミックを代表するスーパーヒーロー。1989年、スクリーンの中を舞台とした戦い。彼の活躍を支えるべく開発された車が、ティム・バートン社製の、バットモービル、です。美しい車はよく女性に置き換えられますが、この車もまた、夜の闇がよく似合う女性。そして、とても従順な獣のよう。マット調の黒いドレスの下には、彼女はいくつも武器を隠し持っています。危険なゴッサムの街中では、彼の一声で、彼女は自ら鎧をまとい、誰にも触れさせようとしません。そうして、彼からの指示をじっと待つのです。かわいい。そして、彼のコールにすぐに駆けつける彼女。もちろんオートドライブシステムで、美しくしなやかで、力強い。従順で賢い。そして魅力的なスタイル。あ、いや、あの頃の奥様のお話ではなく、
そして魅力的なスタイル。シリーズの中でも人気のバットモービルは、コウモリのヒーローによく似合う。チャンスがあれば、一度そのシートに体をうずめてみたい、愛すべき車です。シリーズごとに彼には素敵な、愛すべき車が与えられますが、ドラマの中での活躍が、たとえわずかな時間でも、マニアたちに、強力な印象を与えます。もしかしたら私たちも知らないうちに、あの人ってあんな車に乗ってるんだ。彼らはこそこそと話しているかもしれませんね。おい、スポンジにホイールブラシ、ワックスはどこだー。しばし、こねこね。夜空にコウモリのサインが映し出されたら、ヒーローは愛すべき車と出かけるチャンス。時としてそれは筋書きにはない？素晴らしい夜明けが二人を待っているかもね。さてさて、今日のゴッサムシティはどうでしょうか？平和だったみたいですね。お粗末様でした。